皆さんおはようございます。改めて、漢文訓読という話を、しております。それで、例えば何度も出てる例ですけれども、こんな、これは四季のですね、四季の幸運本義、シャンユーペンチーの中の一節ですけれど、ウェイドユーシャンユーシャンジェンという、こういう漢字が並んでいたら、これはもう間違いなく中国語の文章なわけですよね。全く中国語の文章の、文語の文章であるわけですけれども、ここにですね、こういう、いわゆる返り点、それから、ちょっとまだお教えしてないことも出てきてしまうんで、本当はこの例はよくないんですけど、未だ幸運と相まみゆるを、図と、こういうふうに、このいくつか送り仮名というやつを振ってやると、これは、未だ幸運と相まみゆるを得ずという、つまり、このたった今さっき、ここへ書いた文章としては、中国語そのもの、つまり漢字しかない中国語そのものだったわけですけれども、そこに、こういう印を、記号と、それから、返り点と送り仮名を、つけただけでですね、未だ幸運と相まみるを得ずという、そういう日本語に、なってしまうと、あら不思議という、なんかその魔法のようなですね、そういう感じなのが、一応漢文訓読というやつなんですね。それで、この文章をですから、今は、実際もうこれだけのものがあれば、未だ幸運と相まみうるを得ずというふうに、日本語に読めちゃうわけで、要するに日本語として、理解ができるわけなんですけれど、この次にですね、やりたいのは、この文章を、ですから本当にですね、こういう、なんていうか、実際は、何のことはない、そのここに出てくる漢字と、それからその送り仮名を、仮名にしてですね、いわゆる書き下せば、こういう日本語の文章に、全くの日本語の文章に、なってしまうと、ここのところが、その漢文訓読っていうやつの、一番のなんて言うんでしょうね、神髄みたいなところで、要するに本当に、もう本来は中国語の文章であるわけですけど、そこに、返り点、送り仮名をつける、で、そういうことでもって、これが、未だ幸運と相まみるを揺るを得ずという全くの日本語の文章になってしまって、で、意味としてはですね、現代語のこの未だ幸運と相まみるを得ずっていう言い方は、ある意味では日本語の文語って言いますか、ちょっと昔風の言い方なわけですけど、ここまで来ればですね、まだ幸運と会うことができなかったという、そういうような日本語の意味っていうのが、これでわかるという、そういう仕掛けなんですね。これは何度もやっております。それで、ですから要するにこの漢文訓読っていうのは中国語の文章をそのままこう日本語に翻訳してしまうという、そういう方法で、あります。でそのためにはですね、やっぱりこのいわゆる、か
書き下し文、あるいは訓読文というんですね、まあ、ここの、ところの書き方といいますか作り方が、まあ、一つのこれはまた一つのポイントということになります、まあ、要するに漢文の記号や送り仮名がついたものを見て、まあ、それで読めればいいわけなんですけど、まあ、それを読むっていうことはね、つまり、こういう書き下し文を、まあ、作るということに、なるわけであります。それで実はまあここでですね、この中にもちょっと次にお教えしなきゃいけないことが出てくるわけですけど、例えばこの字ですね、この「ゆい」という字なんですけど、これなんかは こっちの書き下し文を見ていただくと、この字は出てこないんですね。これはこの「と」っていうふうにもう日本語になっちゃっていると。だから文字によっては、これをそのまま漢字で書かないで、もう日本語の仮名にしてしまうっていう、まあ、そういう字も実はあるんですね。でそれから、この「いまだ」っていう字は実はこれこうやってこう「いまだ幸雨と愛まみうるを得ず」というふうに、最後にこれまた読むようにこの「れ点」がこれついてますよね。でこれは「いまだ」と一回読んで、それで一番最後にこの「ず」っていうのをつけてまた読むっていう、つまり「一つの文字なんだけど二回読んでるわけですね、こういうの今次にやりますけど、このゆいのような、こういうその漢字が実は原文の漢字はあるんだけれど、この書き下し文にするときに、読まなくていいという文字はこれ置き字というんですね、まあ、これ日本語の言い方です、置き字。それからもう一つ、例えばこの上「いまだ」みたいに、一番最初に「いまだ」と読んで、そして最後にもう一回「ず」というふうにこう戻ってきて2回読まなきゃ文字いけない文字っていうのを再読文字、まあこれは「ざい」と「う」っていうのはもう一回再び読むということで再読文字というのがあります。でこれがいくつか種類があるので次の段階でこれを教えするということになります。それで今日はですね、このやっぱり、この何ですか、漢文の書き下しとそれから、この記号の付け方、いわゆる返り点の付け方というところが、まあある意味では漢文訓読の大事なところということになりますので、先週の宿題ですね、ある皆さんやってみましたか、バッチリできましたでしょうかね、ちょっとこれを今日は少し丁寧に時間をかけて何ていうか答え合わせといいますか、解説をやってみたいと思います。それからそのいわゆる書き下し文なんですけれど、今日はこれちょっと大学の図書館からですね、日本で出ている、まあ、いわゆる中国の古典文学、まあ、これはに関する、まあ、一種の注釈書っていうのを、まあ、お借りしてきたんですね。でこれは前に、台湾大学にも来ておられた河合先生、チュアンフ・カンサン先生、河合先生が解説を書いておられる門前、ウェンシュアンですね。でつまりその日本で出ているそのウェンシュアンのまあなんていうかいわゆる解説なんですね。でそうするともう大体どこのページを開いていただいてもお分かりいただけると思うんですけど、大体ここに、まあ、中国語の原文っていうのが、まあ、載ってるわけです。でここではこの原文にこの返り点だけつけた形で載ってます。そしてその下にですね、そのこの上の原文に対応する、いわゆるこの書き下し文、今ここでやったこの書き下し文っていうのが必ず載っていて、
そして、このその後に、これはだから公訳という口語訳ということになってますけど、現代日本語ので、書いた、まあ、いわゆる注釈あの翻訳ですね、口語訳っていうのが載っていると。だから大体、原文っていうのがあって、書き下し文があって、現代日本語訳っていう、まあ、そういう、セットになっていることが、まあ、多いわけです。だから日本で、まあ、これはこういう注釈書の場合ですけれど、例えば日本で中国文学とかあるいはその中国哲学とか、まあ、歴史もそうでしょうね、中国に関する、論文を書いたりするときに、まあ、原文を挙げて、まあ、それからそれを直接現代語に翻訳しちゃうっていう場合もあることはありますけれども、やっぱりこの書き下し文っていうのを、まあ、大概載せるわけですね。でやっぱりそれがないと結局この論文を書いた人がこの原文をどういうふうに理解したどういうふうに読んで理解したのかっていうのが分かんないわけですね。漢字だけ並んでたのではね。だからこれはやっぱりちゃんとその現代語訳なりあるいはこの書き下し文なりっていうのがきちっとできてるかどうかっていうのが実は大事なところで、まあ、そういう意味でだからまあ台湾で論文発表するときにはあんまり関係ないんですけど、少なくとも日本語で、何かこういう中国古典に関する論文を書こうと思ったときにやっぱりこの漢文書き下し文体っていうのがどうしても必要になってくるというところはあると思うんですね。でまあどうでしょうかね。例えばこういう日本人にとって中国文学っていうのは外国文学じゃないですか。つまりよその国の言葉で書かれた文学作品ですよね。で考えてみるとだから日本にも例えば英文学とか、まあ、フランス文学とかフランス語で書かれた作品の翻訳っていうのはたくさんあるけれど、いちいちその原文をつまりそのフランス語の原文を載せて、翻訳を出してるなんていうことはめったにないですよね。たまにはありますけどね、こう大訳なんていうのがね。だけどそれはもういきなり日本語に訳しちゃって、その日本語を、まあ、読むっていうことになるわけなんですけど、中国語の場合はまあ、たまたまこういう訓読っていう方法があるので我々は原文も見てそれから日本語の訳も見てっていう、まあ、そういうことがね、まあ、だからこれを中国語で発音して読めっていうことになるとこれはほとんどの日本人にとってはかなり難しい話になってくるわけですけど、とにもかくにもその漢字一つ一つの意味は分かって、この書き下し文っていうのがあるので、まあ、原文があって翻訳がというそういうことが、まあ、できるわけですね。まあ、それだけ、まあ、なんというかある意味ではなんとなくこう近いと言いますか、中国の原文も一緒に見られるという、まあ、そういうところはあると思うんですね。まあ、ちょっとこれどうぞ回覧してください。それでこの間の、宿題をちょっとゆっくりやってみようじゃありませんかというところですね。まず一番最初、この四角の一番の問題というのはこれはまあどうなんでしょうね。これ日本人にとってはむしろ簡単なのかもしれないんですけど、つまりなんていうのこの下の書き下し運がスラッと読めるからね。難しいとこ皆さんひょっとすると外国の方には逆に難しいのかもしれないんですけど、これは多分何ですかね、こういう、まあ、5文字が出てるわけで、そして、これ下のところの、次の読み方を参考にしてっていうその下の読み方なるものなんですけど、ここは一応じゃあ読んでもらっていいですか。じゃあ翔さん、ね、たまたまこう。前からそうだね、ただ見るとこの見るというところは金振ってませんけど
これはまあごく普通にね、日本語習えば出てくる見るですよね、ただ見る類根の潤うをという、まあ、そういうふうになっていて、じゃあついでにかなつけてもらっていいですか。うん、そうそう、え、そうですね、大きく書いていただきました。はい、ここでただですから、ここ見ていただくようにこの単という字は漢字になっているわけで、このだがひらがなですよね。でそのひらがなに対応するところが、その送り仮名になるわけですから、ここではただ、それから、見るもそうですね、見は漢字で、それで、類根というこの二字はまあこの間も申しましたように、例えばこのただとか、いう副詞、この場合は最後の一字を振ると、それから、見るという動詞の場合なんかは、あ、これも要するに本当だったら単っていう音読みがあるわけですけど、こういう副詞なんかの場合には、訓読み、日本語でいう訓読みをすると。でそれから、この見る、見るは動詞ですね、ここはね。でこれは動詞の場合も訓読みをするから、ここは見ると、見というふうには読まないわけで、見ると。そして、類根という、ここの二字はまあ涙の跡というわけですけど、これはいわば名詞なので、名詞の場合はそのまま音読をしたわけですね。涙跡っていう、まあ涙跡という訓はあるわけですけど、類根というふうにまあ言って、そしてのがあって、潤うというのも、まあこれも一種の動詞でありますので、潤うをと。でこの間出てきたように、破行というね、文語でいう破行というのがややこしいんですが、これも潤うをというふうに読むときは読むんですけど、昔の仮名遣いで潤を不をにと書かないといけないっていうね、こんな形です。それでこれ、この句は皆さん知ってる？どっかで聞いたことある？単遣類変詞っていうのね。この五文字だからね、これね、これ下の句っていうか、この後に続く句があって、プーチー新編主義というのがあるんだね。それでね、これ実はこれ李白のですね、イワンチンという炎上という、詩なんですね。これは最初の方でこうまた出てきますけど、綺麗なその女の子が、女性が、泣いてるわけですね。でなんで泣いてるかっていうところで、その後がそのプーチ、新編主義と、心の中で、ね、誰かを思って泣いているという、まあなかなかその恋の歌なんでしょうね。でこれ、この後もこれは多分知らずね、心、タレを、裏むかをというふうに、ちょっとこの辺ぐちゃぐちゃになってしまいましたけど、知らず心タレを恨むかをというふうに、まあおそらく訓読すると思います。それで、だからあれなんだよね、こんな私何でもないそこら辺の町で、日本でどこの本屋さんでも売ってる、高校生用の、漢文の問題集買ってきてこれ出したんですけど、実は李白の詩だというね、こうすごいもんですね。これ日本の高校生はみんな李白の詩をこんな入試の問題集でバンバン読んでしまうということなんですけど。
それでちょっとこれはまあ要するに単純レイ変詞プーチ新変詞と五言詞ですから、大体中国の五言詞の場合は2時3時でこうひとまとまりになってるよね。ここでは単純というのがまあひと塊で、それからレイ変詞というのが、それからプーチ新変詞っていうのがね、こうあってこうなってるわけですけど、これをねですから今日本語で訓読をしたときに、ただ見る類根の潤うを、知らず心垂れを恨む顔と、こうなんとなくリズムとして、ただ見る、つまりこの上の2字でちょっと切れてるわけだね。で、類根の潤うを、知らず心垂れを恨む顔というふうに、日本のその日本文学史みたいのを習うとね、大体その俳句とか、和歌とかっていうのが出てきて、であれは五七五とかね、古池や川津飛び込む水の音とかね、そういうふうに五七五の音でこう切れるっていうふうに、まあ、なってるわけですよね。で和歌の場合はそれが五七五七七とこうなるわけなんですけれど、この漢詩、これもともと詩でしょ、中国のね、中国の詩をこう漢文訓読風に読んだ時に、これやっぱりさすがに詩なので、こう五七五にはならないんだけれど、非常にいい口調っていうんですか、つまり日本人がこれを訓読文章を読んだ時に、やっぱりただ見る類根の潤うを、知らず心誰を恨むかをとこう読んだ時に非常に調子がいいのね、リズムがね。でこの辺はやっぱり詩は詩でというか、そうなっていて、で、日本語の詩っていうのは簡単に言って、定型詩と自由詩っていうのがあるんですけど、まあ五七五とかね、五七五七七とかこう字数が決まってるっていうのは、まあ、定型詩って言いますよね。でそれからこういう文字の決まりがない、詩っていうのは、まあ、自由詩っていう、まあ、そういう言い方を、まあ、これは近代に入ってからの話ですけど、定型詩と自由詩というものがあるとしたらですね、原理的にはそれぞれに、文語口語、文語口語というのがあり得るわけです。それで、大体の場合は、まあ、文語の定型詞っていうのが、まあ、一般的に言えば、和歌俳句、まあ、短歌ですけどね、和歌俳句なんかは、まあ、一般的に文語定型詞の文語の部分、それで、近代的な詩というのは大体口語の自由詞なんですね、近代詩っていうのがね。でしかし、考えてみると、実はこの昔から日本人が中国の詩を、この漢文書き下し体で、読んでいたっていうのは、これあんまり誰も言わないんですけどね、実は本当にごく最近日本のある先生が言われたことで、考えてみればその通りだなっていう話なんですけど、漢詩の訓読体っていうのはまさにこの文語の自由詩なんだね。この漢文漢詩書き下し体っていうのはね、漢詩そのものは中国のものですから、漢字になってしまうから、これを書き下したもの、まあ、今みたいに、ただ見る類根の潤うを知らず心誰を恨む顔っていうような文章っていうのは、もうそれ自体がこう詩になってるわけだよね。で考えてみると、だからそれは今まであんまりこう考えてきなかったこう文語の自由詩っていうね、なんかそういうものを日本人は、昔から、まあ、ある意味では鑑賞してたという、まあ、そういうことに、なりますですね。これ実は詩なんですね。でちょっと実は特別な
読み方をしているのです。お分かりですか？本当だったら見るっていう動詞があるでしょ。そうするとその見るっていう動詞の後に目的語が来てるわけで、ひっくり返って読むはずなんですよ。つまりただなんとかを見るっていうふうにひっくり返ってもいいんですね。でつまりこれはただ類根の潤うを見るというふうに、ここに 1,2 点をつけてもいいわけ。っていうか、あるいは文法構造的に言うとそっちの方がいいかもしれないんだよね。ここが目的語ですよっていうのがはっきりわかるでしょ。そうした方がね。だけど、こういう場合だとただ見る何々を、このをが大事なんだけどね。このをがなかったらわからないんですけど、要するに 一種のこれ日本語としてはこう統治形っていうのがありますね。つまり日本語の文章としては本当は動詞は後に来るわけですよね。だけど見る何々を、知らず何々をっていうふうに、これ統治といって、その動詞を先に言ってしまう場合も時にあるわけだね。でそれは特に、こういう詩の文章なんかの場合によく見るわけですけれど、ここはだからそういう、まあ一種のなんていうんですかね、こう詩的な言い方になってるわけです。もし本当に散文的にこれを訓読するとただ類根の潤うを見る、潤うを 見るとで、心誰を恨むかを知らずっていうふうに、まあ、本当はなるわけだよね。だけどそれだとさ、なんかこういかにも散文なんだよね。あんまり詩的じゃないんですね。だからそれでここは、まあ、そういう詩っていうこともあって、知らず、心誰を恨む顔、ただ見る類根の潤うをっていう、まあ、そういう言い方をしてるっていう、まあ、そういうことで、だから、まあ、ちょっとあれだね、これよくよく考えるとなんかこう問題集で最初にやるにしてはちょっと高級すぎる問題だね、これはね。その訓読の中にも何て言うんですか、機械的に、散文的に訓読する場合もあるし、詩の場合はもっとよりこう何て言うんですか、美しく、聞かせなきゃいけない、そっちの例なんだよねこれはね。ちょいと高級な話でした。これあれなのね、この問題集はなかなかあれで、この1番2番3番これ3つあるんですけど、これ全部李白の詩なのね。次のやつはもっと有名でしょ、「陳情異句をワンチョンシャン」っていうやつでね、これはもっと有名ですし、イシティシャン手腕はもっと有名かもしれないですね。それで2番目のやつはこれ下の読むとこだけ読んでもらっていい？うん、いいじゃないですかね。これも慶秋ってのは名詞ですからね、慶秋と読んで、すでにすぐね、これが動詞だから訓読みしなきゃいけない。で番町の山と、でこれだって本当は慶秋すでに番町の山をすぐって言ってもいいんだよね。だけどこれはやっぱり詩だから、慶秋すでにすぐ番町の山と、この方がさずっとリズムがいいわけだよ。だからそういうふうにしてるわけね、これね。次のやつ、ECT シャン手腕、これはじゃあちょっとじゃあ読んでもらっていい？まず読んでも。うん。うん、そうですね。すごいね、この下っていうのをよく読みましたね。これいろいろ。私嘘を教えてるわけじゃないんですけど、名詞は音読って教えましたよね。だけど場合によってこう組んで読んじゃった方がいい場合があるんだよね。これもこの手腕という字、これ層という音もあるんだけど、歌語楽はこれ地上の層かとっていうんじゃなんかやっぱり分かんないわけですよ。下って読まないとね。だからそういう場合もあるというややこしい例なんですね。歌語楽はこれ地上の下かとと、よくできました。じゃあこれもちょっと一応書いてもらっていいですか。ちょっと狭いけどね、これ送り仮名がものすごく長くなってしまう場合ですけど、ちょっと脇の方へ書いてください。
うん、え、いいですよ、そうです、もう一つない、歌語楽は、そうですね、あのこう例のレがあのここかなになってるからね、そうです、ありがとうございます、歌語楽はこれ、地上のこれがね、本当にこういうのはなんていうか特に規則がないんで困っちゃいますけど、下って、読んだ方がやっぱり耳で聞いてわかるということなんだよね、こういうやっぱり、一時の名詞の場合に、やっぱり訓読みをするっていうことが、まあ、多いですかね、この間もやったよね、あのホアカイっていうのあったでしょ、花咲くっていうのね、花開くってやつね、であれか開くではやっぱりちょっと分かんないよね、だから一時の漢字っていうのはだいたい訓読みをしていることが多いようにも思います。で、これもね、歌語楽は地上の下かと、まあこれいいんですけど、あの李白のね有名な詩ですよね、これ、皆さんこの前の句って何覚えてない、チュアンチェン、うん、ミンエクワンって言うでしょ、これがね実は結構面白い問題なんですよ、これ李白のね、あの聖夜詩ってやつでしょ、で多分皆さんは今言われてさもありなんと思って、いかにもと思ったんですけど、これ、チュアンチェン、ミンユエクワン、イシー、ティシャン、シュアン、こう大体覚えてるでしょ、小禅、これはもう小禅というふうに読んでよくてね、明月の光ですよね、この場合ね、でこれもやっぱりここは光と読んでるんだな、明月の光というね、だから明月なんてこう2時になった時はまあ明月で音読みでいいんですけど、やっぱりこれ明月の光とか読んでもねちょっと分かんないですね、明月の光、小禅はもう初めから音読みでいいですね。で小禅、明月の光、歌語楽はこれ地上の下かとという、文章なんだけれども、川島さんはこの詩を漢文で習ったのはちゃんと覚えてるかい？習ってない。覚えてない。これね、日本の教科書ではね、この前の句がこれ、チュアンチェン、カン、ユエクアンになって、小禅月光を見るなんだよね、小禅月光を見るって教わるんですよ。でこれがね、実は、それこそ、この中国文学と日本の江戸文学の、比較文学の結構大事なポイントで、チュアンチェン、カンユエクアンというこのカンユエクアンになってるのが一番最初の時にちょっとお話ししましたけど、投資線ですね。でこの、李藩亮という李藩論という、まあ、中国の明代の人が編集したと言われている、本当はしてないらしいんですけど、したと称するそのこの単詩手腕、これが日本で、まあ、江戸時代にものすごく流行って、で江戸時代以後もこの漢文といえば、漢詩を読むといえばこの投資線を読んでるわけね、読むことが多いわけです。そうすると投資線にももちろんこれ李白の有名な詩ですからこれ載ってて、でそれはこの漢ユエクアンになってるわけですよ。で、中国で、まあ、大体投資を読むといった時にこれは単詩三百首というね、投資三百首という、これはまあ時代はもうちょっと後の唐代ですけど、投資三百首っていう多分教科書を使って
みんな勉強すると思うんだよね。でその投資三百種の方ではこれは民有益案になってる。で要するにこれはだから日本、まあ、日本の特殊事情と言っていいのかどうかわからないんだけど、とにかく、ある日ある時から、まあ、江戸時代のある時から日本と中国と日本とで、この投資を勉強する時の、まあ、一番なんて言うんでしょうね、みんなが一番読む教科書が別のものになっちゃったわけね。日本ではみんな投資戦を読む、中国ではみんな投資三百種を勉強すると。でそれを見るとこう文字が違ってるわけです。それでだから皆さんに伺うと、ね、やっぱり、この前の句は「チュアンチェン民有益案」だってこう覚えてるでしょ。だけど日本ではこれは「チュアンチェン官有益案」というふうにみんな覚えてるわけ。そういうことなんですよ。まあこれどっちがね正しいかっていうのはまた別の問題で、李白の古いテキストとかね、なんかまたこれはいろいろあるんですけれど、少なくともこういう教科書っていうかね、みんなが習う段階でそういう違いが出ちゃってるというねことなんですね。これは実は比較文学のなんか根本問題です。これはこれ例えば韓国なんかでこの詩習いました。どっちで習った？民有益は？じゃあやっぱりそれは中国の教科書なんだな。うん、そういうことだね。だから多分これなんていうのかな、どっちで習うかっていうのはそういう背景があるんですね、やっぱりね。ということです。非常にこんな小さな問題なんですけど、実はそこの裏には案外大きな問題が隠れているのですね、これは。はい。そしたらじゃあその次にですね、今度は基礎練習っていうちょっとまた別の問題から、引っ張ったやつをちょっとやってみて、今度はその返り点もつけなきゃいけないっていうやつですね。ね、こんなさっきから言ってますけど、高校生の日本の高校生の何でもない問題集ですけど、これだって論語だよね。論語、論語の中の言葉ですからね。それじゃあこれお願いしていいですか。まずちょっと読んでみてもらっていい？一を聞きて持って十を知る。そうです。いいですね。一を聞きて持って十を知ると。まあ一と十っていうのはまあ一応名詞なので一十と読んでね。聞く知るっていうのはね動詞ですから、それからまあ持ってっていうところはまあ持ってというふうにまあ読むと。じゃあすいませんお願いします。うんうん、はいはいはい、全くその通りですね。こういう形になります。なんとなくあれじゃないの、返り点を先につけた方が分かりやすいんじゃない？そうでもない？1を聞いて、10を知るでしょ。で1を聞いて持って10を知ると、まあそういうことですね。これもそっか書いてあるんだね。これでいいですね。論語でありました。それからもう一つぐらいまでやってみますかね。これなんかはどうかな。じゃあその後ろの、はい、ちょっと読むだけ読んでみて。これ自尊、そうですね、自尊のために美伝を買わずってんだね、これね。自尊のため、自尊っていう二字は、まあ子供孫ってわけですけど、これはまあ一応名詞になっているので、まあ、自尊と読んでるね。それからこのためにっていうのはまあ一種の副詞みたいなものでために、で美伝と、から買うと、買うは動詞ですから訓読みね、こんな感じですよね。これはどうでしょうね。これちょっとややこしいかな。はい、お願いします。
みんなこう順番につけていくといいように思うんだけどいやいいですねそうですね。え、本当？うん、それは、そう、うん、1、2でいいんじゃない？そうそうそう、ね、そしてそうだからハイフンはいらないんだね、この場合はね、もう どっちにしても順番に読みますからね。ために美伝に来るわけだな。美伝から買うから負という一番上まで戻らなきゃいけないね。え、本当？そうするとこう間にこの1、2が入っちゃうからね、今度はね、今度もう一つ上のやつを使わないといけないね、もう一つ強いやつを持ってこないといけないんだな。そうそうそう、上だよね。そう、あ、ちょっと苦しい、下、そうです、はい、ありがとうごめんなさい。この場合は美伝を買わずとこうなるので、ありがとうございます。こう上中下というふうにね、上中下を使うといいですね、これね。自尊のために美伝を買わずっていうんですね。え、これってどういう意味だか分かります？この自尊のために美伝を買わずっていうの、これ日本では結構有名な言葉なんですよ。シェンマイース、ファンイー、翻訳、自尊のために美伝を買わず、あ、そうだね、なんで、あ、そうだね、これね、西郷隆盛って人知ってる？日本の、明治維新で、まあ、大活躍した人なんだね。で、まあ、最後はね亡くなってしまうんですけど、その西郷隆盛の言葉なんだよね、これね。で、彼が作ったこれ、ほら「プーウェイ・アルソン・マイ・メイ・ティエン」ってこう詩なんですよ、これ七言の、絶句の中の一句なんだね。で、これがまあ一種の教訓みたいな話になっていて。まあ何ていうのかな、あんまり子供のために甘やかしてというのか、いい暮らしをさせちゃうと、その子供が、頑張って勉強しなくなっちゃうと、努力しなくなっちゃうと、だから子供たちのためにあえてこう、まあ、本当にいい田んぼがあればね、昔は裕福な暮らしができるわけでしょ、いい暮らしができるわけですよね。だけどあえてそういうふうとはしないというのが西郷隆盛先生の教えなわけですよね。これはまあだから自尊のために美伝を買わずっていう、まあ日本では割とよく知られた文句だと思います。はい、それではその次にですね、まだもうちょっと少しやってみましょうかね。これはいいですね、論語でしたしね。で、その次に続いてこの四角の4というところをまたいくつかやってみたいと思いますけれども、いや、なんかこれ本当にいかにも高校生が使ってる問題集なんですけど、たまたまこれ調べてみると、みんな論語とかね、式とかね、関羽の文章とかね、非常に有名な文章の文句なんだよね、これね。まあ、なんというか、ちょっと例えば、少年を言いやすく学なりがたしなんていうのは、これ朱子でしょ、中子、朱子の詩ですよね、イーツンクワンイン、プークーチンというやつでね、そのやつだし、まあいろいろあるわけです。それで、じゃあいくつかあれですが、
まあ、意味としてはね、まあ、そんなにあれではないけれど、じゃあ、その後ろのこれ一応日本語読んでみていただけますかね。書き下し文。100分は、うん、そうです、うん、これはしかずと読むんだね。あの、うん、これはしかずと読みます。これもちょっとじゃああれつけてもらっていいですか。これもね、あの百聞一見っていうのはね、あのもう一つの言葉にしちゃって、あの、一見にしかず、そうですね、百聞はですね、一見にしか、あ、これはね、これはもうここでずと読むからこれでいいんです。かだけでね。あ、これもあのなくてもいいの、なくてもいい。はい、ありがとうございます。この「ふ」という字はもうあの打ち消しの言葉で「ず」っていう言葉ですから、あのこれも後でまた説明しますけど、あのこれは、全然なんていうのかな、あの書き下し、あ、じゃなくて、送り方とかなんとか振らなくても「しかず」というふうにね、あのさっきも「知らず」ってのあったでしょ、 あれと同じで「あのず」と読めばいいんですね。百聞は一見にしかずと、ね、プールっていうのはね、まあ、これ何々にしかずっていうのはこちらの方がいいということですからね、100回聞くよりも1回本物を見た方がいいと、A プール B というとね、A よりも B の方がいいという、まあ、そういう文章になりますね。これはこれでいいですね。その次はじゃあ、このまあ半分あんまりあれだけど、このやつはどうでしょうね。それじゃあお願い、あ、これまず読んでいただくといいですか。そうですね、多山の石。これもあのやっぱりなんていうか、さっき出てきたあの一字の漢字の時はやっぱり多山の石とか読まない方がいいですね。多分多山の石で持って玉を収むべしと、これもまあ玉を収むべしでもわからないわけではないんだけど、あのやっぱり多山の石持って玉を収むべしと、特にまあこういうなんていうのかな、まあ、ちょっとことわざみたいになってるよね、こう名言メイクというかね、そういうのは、耳で聞いて分かりやすい方がいいので、多山の石持って玉を収むべしと、まあ、そう読んだ方がいいですね。じゃあこれやってもらっていいですか。うん、ここのところはどうだろうね。ここが1なんじゃない。あ、A、あの1の下にレがつくやつがあったでしょ。玉を収むべしとこう戻るからね、ここにつくわけです。違う、こういう印こういうようなあのレテンでひっくり返った字が2のところへ行くっていう場合があったよね。でこれは、持ってはまあいいんですけど、玉を収むべしとこう来るから、このレテンと1が一緒になったこの点なんですね。これがここで使わなきゃいけない。玉を収むべし、多山の石はもうこのままですから全然いじる必要はないんですけど、多山の石、持って玉を収むべし、こういうわけです。なんか多山の石持って、玉を収むべしっていうのはね、多山の石っていうのはまあよく多山の石だけでも使うことはありますけどね、これ司教の中に出てくる言葉なんだね。司教の将が、あのシャオヤーの、革命というね、風民っていう、まあ一応書きますか。司教の生涯のね、革命という、
という詩の一節、そういやそうだよね、他山地詩って四字だもんね、クイコンユってね、司教のあの四言詩でしょ、四字の句でできてますからね、他山地詩クイコンユってのはね、こういうあのなんていうか、もともとは詩なんですね、これもね、ということでありました。この、こういう、まあ、中国の、まあ、昔からある、まあ、名句とでも言うんですかね、あのいい言葉、あの正語といったらいいですかね、まあ、中国語の場合大体ね、あの四字の言葉っていうのが、あのあれなんていうのかな、チェンイユといいますか、正語といいますかね、あのになってることが多いですけど、まあ、例えばこういうあの百聞は一見にしかずとか、多山の石持って、玉を攻むべしとか、まあ、こういうの、まあ、割と日本でも、まあ、少年追いやすく学なりがたしとかね、それからその2番目にある腹水盆に帰らずとかね、こういうのはもうなんかちょっと一種のこうことわざというのかな、日本語で言うそのチェンユー、中国語で言うチェンユーのようなあのものにこうなってて、なんかここはそういうのを集めてるっていう感じがしますね。腹水、あ、ちなみにこの2番目の腹水盆に帰らずっていうのは、これ日本ではだいたいこういうふうに言うんですね、腹水盆に帰らずってね、でも中国では違うでしょう、この風水南昇っていうでしょうね、あれと同じ意味なんですね、これね、日本で、まあ、多分この盆に帰らずっていう言い方をしてると思います。あとこういう言葉っていうのは、まあ、なんていうかいい言葉ですから、この多山の石持って、玉を攻めべしっていうのはこれどういう意味、これシェンマイイースどういう意味ですかね、どうですか、あ、いやいや後ろの方、あ、じゃあそのお隣に聞いてみましょうか、このターシャンチシークイーコンユーってどういう意味ですか、これコンユー司教だよ、コンユーのコンってどういう意味だろうね、うん、磨くっていう感じかな、つまり、玉がこうあるわけですけど、まあ、これはだから玉の多分原石みたいなのがね、まだそんなに綺麗じゃない湯があるわけだけど、それを多山の石、よその山にある他のところの石を持ってきてその玉を磨くっていう話でしょ、つまりこれは他の人と、うん、それこうなんていうか、まあ要するに切磋琢磨っていう言葉があるけど、一緒にこう勉強したりして、それでその玉を磨くっていうわけですよ、他の人の様子を見たり、あるいは他の人から学んだりっていうことでね、で日本に、東京にそう言われてみればってんですけど、金融商って工業者というね、名前の学校があるんだね、中学高校ですけどね、工業者っていう、だからこれはなんで学校の名前になるかっていうと、そういうまあね優れた人たちがいっぱい来て、でみんな磨き合って、立派なきれいな玉になるんだというね、きれいな玉になるんだという、まあ、そういう学校の名前なんでしょうね。日本のね、よく、学校の名前っていうのはこういう中国の古典から取ってる名前っていうのは結構多いですね。この工業者なんかも考えてみりゃ、これ司教でしょ、今のね、この多山の石持って玉を攻めべしっていうところから来てるしね。僕は東京にあった、海星っていう学校出てんですけどね、中学がね、あ、中学高校とね、この海星高校って言うんですけど、この海星もね、これ中国なんですよ。これは
これ、まあ、よく聞く言葉ですよね、カイウーチェンウーというね、これもそれこそ、物を開きで、務めをなすんですね、こういうこれは駅の中の、これは刑事で上というところに出てる言葉でね、だからここから、まあこの改正というのがねなってるね。これは日本人はまあ学校の名前になってるけど、唐代のね、ご存知だと思いますけど、唐の時代に、この改正という元号があるんだね。改チェンニエンジエンというね、改正石系なんていうね、改チェンシーチンというのが有名でしょ。それと同じでね、出どころはここなんですね。それからついでにね、ここのところに7番の、7番の文章に、そのタオリープーイエンシアツーチェンシーというのがあるでしょ。通り物言わざれども下おのずから小道をなすっていうね、これもね整形っていうのがあるんですよ。整形っていうのはね、東京に、整形学園という整形という学校があってね、これも大体私立だね。こういうなんか名前しゃれたというのかどうか分かりませんけど、名前がついてるのはね、公立の学校はね日本では案外つまんないんですね。大体その場所の名前がついてるだけでね、特にこう地方なんか行くと、例えばこう仙台一高とか言うね、仙台二高とか言うんだけど、仙台一高っていうのが、まあ、仙台で一番いい高等学校だったりなんかするというね、まあ、そういう土地の名前になんか番号がついてるだけということが多いですけど、私立の学校は、まあ、一応こういうなんか目的みたいなのがあって作ってるってところもあって、なんとなくこういう中国の古典を使ってね、学校の名前をつけてることが多いですね。この整形学園は伊庭のかの有名な安倍さん、安倍首相は整形大学のご出身ですからね、まあそういうことではあると思います。それからじゃあまあ大体こんなところですかね。あとまだいろいろ難しいあれもあるかもしれませんけど、今林さんに、その何ですか、一応回答というのか、私が書き込んだやつをお渡ししたので、それとこう照らし合わせて、見てください。この間僕が自分でやったやつが自分で間違えてて、リン君に直してもらったんですけど、ひょっとしたら今回もそういうのあるかもしれませんからね、皆さん気をつけて見てくださいね。おかしいぞと思ったら、ひょっとしたら僕が間違えてるかもしれませんので、その時には言ってください。はい。はい、そんなことで、これはまあこの辺のやつはまあ割とだから、そのさっきちょっとちらっとやりました、置き字とかね、再読文字っていうのがない例でしたね、これはね。でちょっとその置き字というやつをいくつかやってみたいと思います。でこれはもうそんなに数がないので、必ずしもそんなに数がないので、簡単なんですけど、字ですね。これは訓読の時に、まあ、読まない。読まないっていうのは本当は正しくないんですけど、ちゃんと意味としてはそれを取らないといけないんだけどね、こういうのがいくつかあります。で例えばこの「いい」なんていう字ですね。それからまず「いい」なんていう字です。でこれは例えば
あのよくちょっとあんまり縁起でもないあれだけど、不幸短命にして死せりってこれ眼界だね。あのこれなんかの場合に、不幸短命にしてこの場合ねちょっとね、にして、死せりとこの場合は読むんですけど、ちょっと来たね。このいいという字はだからあのこれを漢文訓読したときに、不幸短命にして、死せりというふうに、まあ、あのもうこの送り仮名がここに振ってあるわけですね。で、この字はだから全然書き下し文の中にはあの出てこない、というようなあのものがあります。まずこういうやつですね。でこれはあの文の一番最後にこう出てくる時で、この縁という字ね、これがまあ、使い方としてはあのこれが、文の頭に来た時は「いずくんぞ」と読んで半語になるんですけど、あの文末にこう何とか言えんというふうに来る場合、これはあのやっぱり、いわゆる置き字であの読まなくていいという字ですね。これがまず「いい」という字、「言えん」という字、まあ、これは大体文の一番最後にこう出てきて、あのもちろんその、中国語としてこれはあの文の最後にこう「いい」があったり「言えん」があったりすればね、あのこれは意味を強めたり、してる意味は当然あるわけなんですけれど、あの、まあ、訓読の時には必ずしもあのこれは一つの文字として読まなくていいということだね。でそれからもう一つですね、あのこれはまあしばしば出てくるのがあのこの「ある」という「ある」という字ですね。これはあの、まあ、一種の接続詞です。それであのこの「ある」という字はあのまあ何ていうかいわば順接として使う場合と逆説になる場合と両方あるよね。でその場合だから逆に言うとこれはあの意味をちゃんと取ってその前後をあのまあなんていうのかな送り仮名を振ってやらないといけないということになります。例えばあの提灯があるみんな死んじゃう例ばっかりでちょっと変ですねこれは私なんということでしょう。この場合これ知ってるよね、あのハンフェイツのあの完璧詩に出てくるあのウサギが、なんかあの木の株にぶつかって、死んじゃったっていう話ですね。でそのある人が、そのでそのつまり全然働かないであのウサギを手に入れたわけだね。でそこであのこれからこれはいいやっていうんで毎日何もしないでその木の切り株をずっと見ていましたというあの、そういう話の一節ですね。そのウサギが、木の根っこに木の切り株にぶつかってで首を折りて死すというね。あのでこの場合はだからこれ首なんですけど、首を折りて死すと、これはこの手っていう字がね、あのでこれはだから書き下し文で書くと、首を折りて死すというふうになるので、あのこの字は表には出てこないんだね。表には出てきません。だけどあのここのまあ言ってみればこの手っていうのがね、あのここで読んでるわけです。意味は掴んでるわけだね。でこの場合はあの要するに首を折って死んだという、これはいわゆるあの順接ですよね。あの順接の接続で、この時はだから首を折りてでいいわけですね。からあの こういう場合ね、シーアルプチエ、これあの
いろいろ見ようとしたけど見えないというわけで、この場合はこれは逆説だよね。見ようとしただけど見えないという逆説になるわけです。でこの場合の訓読は、見れどもになるんですね。このどもとね。で見えず、見れども。見えずと、このどうもっていうところで、この文字をまあいわば、意味を取ってるということになります。だからまあちょっと、順説なのか逆説なのかとか考えなきゃいけないんですけど、少なくとも、こういう漢字の文章を書き下し文にした時に、この字はだから、読まなくていいっていうよりは要するに表に出てこないわけだね。そういう形だと思います。見れどもなんていうのがだから、まあ、これ一応文語なので、見たけれどっていうね、今の言葉だったら見たけれどに当たるのがどもという、まあ、接続詞っていうのかな、まあ、それを使うわけですね。見れどもというね、はい、この字ですね。まずはね、だからこれは結構いろんなところで出てくるはずなので、この場合は大事だと思います。でそれから、もう一つ今までにもちょっと何度か出てきたような気もしますけど、この「おいて」という字がね、そうなんですね。これは時間だったり場所だったりなんかを表す、どこどこでとかね、いついつにっていう、まあ、そういうのを表す、まあ、一種の前置詞みたいな言葉ですよね。まあ、英語だったらね、なんか「in」とか「at」とかね、ああいうような言葉にあたると思いますが、これもですね、例えば「陰」という字は、まあ、これも日本の東洋漢字ではこう書きますからね。こんなような文章があったとします。この「ショウヤンシャン」に隠れた人は誰でしょうっていうね、もう皆さんの方が知ってるね。白衣粛清というね、式の一番最初に、列伝の一番最初に出てくる話ですね。で、この場合に、これ「隠」と、まあ、隠居した、隠れたという動詞があって、で「主要山」というのがその場所なわけですよね。そうするとだからこれは「主要山に隠る」というふうに訓読をするわけです。主要さんに隠るっていうね。でこの場合もちろんこの置いてという字があるから、このにという文字が、まあ、送り仮名が出てはくるんですが、これを書き下し文にしようという時には、主要さんに隠ると、こういうふうに、つまりこの字は出てこないわけですね。こういう形になってます。それから、それからですね、あとまあこれはなんていうのかな、お記事という、まあ、あれとはまた別の範疇に入るのかもしれませんが、これはちょっと文の終わりに、この、文の終わりね、これね、何々やって文の途中で入る時もありますけど、この家という字で、これはもう一番最後に、なりというふうに読んで、この漢字では書かない、これも文字ですね。それから、さっきも出ました、このとという字、これはとですね。この字はもちろんいくつか意味があって、与えるなんていう意味の時もありますよね。その時はちゃんと動詞だから与えるという、まあ、この漢字を書かないといけないわけです。でたださっきみたいに「こう」と「相まみえる」なんていう、こういうまあ一種の前置詞のように使われている場合には、
もう、つまり、ユシャンユでね、この場合はもう、こうとと、これで、もうこの場合には漢字を残さないで絶対にかなにしてしまうという、まあ、そういう文字ですね。それからあとまあそういった文字として今までにも何度か出てきてますけど、この「ふ」という字、それからこの「か」という字ですね、これ何々ず、それからこれは何々べしというふうにね、読みますが、こういうようなやつです。で、これもちょうど今日の宿題、今日の宿題として、ありましたところに、こういうその「し」「ぷ」「くい」「ぷ」「ほん」「い」という、まあ、こういう文字があって、これもまあ論語の言葉ですね。日本で結構この「ほん」という字とかこの「い」という字を使った名前の男の人多いですね。ここのところから来てるんでしょうかね。戦争前の総理大臣で、広田幸喜という人がいますね。その人はもうこの本意が名前なんですね。幸喜と呼んでね。で、これなんかはちょっとまあ本当はやってもらえばいいんですけど、下のところに、あ、これちょうど、前回の宿題のその4番というところの6番目にあるんです、これがね。で、詩は読みますと、詩はもっと好奇ならざるべからずというふうに、まあ、むしろもうかなえ読めばそうなっていて、詩はですね、もって好奇ならざるべからずとね、詩はもって好奇ならざるべからずとこう読むわけですから、これでいいんだよね。で、詩は、持って、好奇ならざるべからずと、まあ、こうなっていて、これはもう、まあ、そこに書いてありますけど、持っては、まあ、この漢字で書けばいいんだね。それで、好奇、ならその次に、ここの「ふ」という字ですけど、これはもう「ざる」と読んで、その次はこの「か」なんだけど、これはもう「べから」と読んで、また「ふ」は「ず」とこうなってね。だからこの辺「ざる」「べから」「ず」、これが「ふ」でこれが「か」で、これが「ふ」になってるわけですけど、もう全部この辺は「かな」で、書いてしまっていいというか「かな」で書くと。いうことになってるわけですね。まあやっぱりなんかなんていうんですかね、漢字として例えば「べ」から「ふ」なんてこうなんかなってたらちょっと変なんだよね、日本語の漢字としてね、ここだけ漢字だったらね。だからまあやっぱり、これは図でいきましょうという、そういうことだと思います。それでですね、大体これが一応のそのいわゆる置き字、まあ非常に講義の置き字と言われるやつで、まあ漢字原文として漢字はあるんだけれど、まあそれを読まない、あるいは必ず、もう仮名で、書くという、まあ、そういうような文字ですね。で、次にもう一つ、その再読文字というやつを やれば、大体いわゆる漢文の読み方の規則としてはですね、まあ、ほぼ終わるんじゃないかというふうに思います。
それで、今あの林さんに、もうお渡ししてありますが、あこれじゃないや、あの今回、あこれはまた来週用のやつなんですけど、あの、こういうようなあの形の、あの宿題をだいたいこれもう半分にしましたからね、あの今回量少ないので、あの、今度のやつはですね、書き下し文にしろという問題なんですね。いよいよね、ここにあの漢文で、その訓点のついた、つまりその返り点と送り仮名がついた、文章が上がっている。でこれをだから、こういう形の、あのつまりこういうものをこっちの、書き下し文にしてくださいという、まあ、今度はそういう宿題ね、それを皆さんちょっとやってみてください。で、あの大変優しい問題集なので、あの親切な問題集なので、あのわざわざなんかこの字に気をつけてなんてね、なんか風なんていう字は濃く印刷してあるんだね、太い字で印刷してあるから、あのそういう字はだからかなにしましょうとかっていうようなことだね。ちょっと優しいね、あのそういうことでやりやすくなってると思いますので、あの裁判、あのあそこに乗りますから、あのぜひそれを見てやってみてくださいということであります。じゃあ来週はあのまたその宿題の答え合わせ方々その見てみるのと、いよいよその再読文字っていうのをやってみたいと思いますので、はい、それじゃあまた来週、どうもありがとうございました。